はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃん、プライズ景品 SPM カイトギルティになります。はい、久しぶりの SPM シリーズになりますね。今回は、初登場のカイトが出てきましたね。はい、このギルティの、モジュール、アキュートっていうね、クロスタピーさんの、曲のね、カイトになります。はい、初音ミクプロジェクトディーバー F に収録されてましたかね。はい、じゃあ本日は久しぶりの SBM ということでね、ちょっとレビューしていきたいと思います。はい、バシアとミクチャンネル。はい、それじゃあ早速、外箱の方から見ていきたいと思います。まずは前面、これなんて言ったっけ、ステンドグラスでしたっけ。ステンドグラスの、前にね、カイトが立ってるような感じですね。はい、で、カイトギルティと大きく書いていて、で、横面がこんな感じ。あー、なるほど、カーテンみたいな感じでね、結構いいんじゃないでしょうか。かっこいいですよね。はい、で、裏面が注意書きと、その感じで、横面が、あー、なるほど、アーケード版のカイトがいますね。はい、これもいつも通りだと思います。で、ギルティと書いてありますね。はい、かっこいいな。で、上の面と、おー、なんか十字架がありますね。で、裏面になります。裏面何もないな。はい下の面ですね。下の面は何もないですね。はい、じゃあ早速中身の方を開けていきたいと思います。はい、はい、袋を開けるとですね、プチプチに包まれたカイトがいました。なんかすごい簡素な包み方ですなんかびっくりしちゃった。でですね、箱はなんかこんな感じになってて、よいしょっと、段ボールがありまして、開けるとまあこんな感じですね。で、中にカイトが入ってました。はい、じゃあ、このプチプチ外してみたいと思います。はい、袋を外して中身はまず、こちら台座が入ってますね。で、ここにですね、カイトギルティって書いてあるんですね。なるほど、かっこいい。なんかこの黒と、この若干消えそうな感じというか、ちょっと見えない感じ、薄い感じですよね。の書き方、なんかデスノート思い出させますね。はい、で、台座が入ってて、カイトの腕パーツ書いてます。で、それから、カイト本体になりますね。カイト本体に、この腕パーツを、組み込んでというか、よいしょと組み合わせて、はい、これで完成ですね。おお、結構できいいですね。かっこいいな、普通に。はい、服の感じも相まって矢神ライトみたい。はい、まあぐるっと見回してみるとこんな感じで、とても造形と塗装もよくできてますね。まあ黒と肌色と青しか、この3色しか使ってませんからね。まあ綺麗なものは納得もいけますね。はい、カイトって確か指の先青くなかったですっけ。気のせいだっけ。青いですよね。あ、でもカイトの清掃なんか、カイトの清掃が青いのか。ギルティは爪は青くないんですね。なるほど、普通の人間の爪の先っぽみたいな、みたいです。はい、で、まあ服の造形なんかもなんかよくできてて、このちょっとね、折り曲げてる感じなんかもよく再現してあると思います。髪の毛もまあ問題はなさそうですね。はい、造形とても綺麗にできてると思います。目の塗装とかも、うん、全然問題なさそうですね。首の、何ですかこれ、チョーカーって言いましたっけ。もうよくできてると思います。はい、なるほどね。でもこれちょっと分割してあるように見えるな。首だけあれですね、首は外れるみたいですね。首外して、チョーカーの部分までを造形してやって、首を後からくっつけたみたいな感じの造形になってますね。はい、なるほどね。で、若干このちょっとはだけた感じの感じもいいですね、なかなか。はい、下の方見てみるとこんな感じで、靴の部分もよくできてますね。はい、服に使われている黒と、それから、靴に使われている、黒、それぞれ違いますね。こっちメタリックというか、まあそんな感じで、ツヤありの状態の黒ですね。で、こっちがツヤなしの黒が使われてます。なるほど、ちゃんと分けてあるのいいですね。靴の質感もなかなかよくできてて、はい、文句ないですね。服のシワ感等も、下の部分もバッチリです。なるほど、あ、よくできてるな。へー、はい、じゃあ、全体はずらっと見たので、台座にはめてちょっと完成させたいと思います。じゃん、はい、完成しました。カイト、ギルティになります。へぇ、かっこいいなぁ。はい、まあすごくかっこよくていい感じですね。ただ僕から言わせてみると、これなんかもう本当に矢神ライトにしか見えないなぁ。
はい。でですね、あとこれ答え性かどうかちょっとわかんないんですけど、こちらのね、箱のカイトのギルティとちょっと比べてみてみるとですね、目の焦点が若干違うんですよね。こう写真に合わせてこう手の位置とね合わせてみてもですね、目の焦点完全にこっち行っちゃってるんですよね。どこ見てんのって感じになってて、で画像の方のカイトはちゃんと目のまっすぐ向いてるんですけどね。これは個体差なのかな、それともこういう仕様なのかな、ちょっとわかんないな。まあこんな感じになってしまいますけども、まあぐるっと見回してみると、ごめんなさいね、ちょっとこちら外しますね、よいしょ、ぐるっと見回してみるとこんな感じですね。はい、とてもかっこよくていいと思います。さすが SPM ですねSPM は相変わらず造形はいいんですけど、カラーリングがちょっとイマイチだったりするんですが、はい、まあカイトだからいいかな書いてたからいいかなっていうのはちょっと失礼かな。はい、まあこんな感じでとてもよくできてますね。ちなみに、こちらのカイトが、7月の下旬頃だったかなに発売されて、でミクちゃんが8月です。で、この後もまだルカ姉が控えてますね。ルカ姉さんもあれですね、 SPM では初めての登場になりますので、はい、こちらの方も楽しみですね。ルカ姉さん来るのを楽しみにしてます。はい、まあ、とりあえずカイトギルティ単体で見てみるとこんな感じですね。カイトギルティ単体だけで見てみるとちょっと寂しいので、あとはミクちゃんとルカ姉がいれば完璧ですね。はい、ミクとルカ姉も出次第、レビューしたいと思います。はい、はい、というわけでプライズ景品 SPM カイトギルティの紹介でした。やはり造形と塗装はとても綺麗で、塗装はごめんなさい、ちょっと省きますね。造形はとても綺麗なんですけども、塗装がちょっと若干、微妙だったりしますね。今回に関しては目の焦点が若干合ってなかったので、そこの部分がちょっとマイナスなんですが、まあ単品としてみれば全然いいものなので、部屋に飾っておきたいと思います。はい、今後控えているミクちゃんとルカネですね、もう出次第、先ほど言った通りですけどレビューしますので、それまでお待ちいただけたらと思います。はい、今後の、SPM のね、期待大ですねまたまだ未だに今、予告にも出てない、SPM シリーズってまだメイコネが1回も出てきてないので、メイコネも出ることを期待したいと思います。はい、というわけで、SPM カイトギルティの紹介でした。紹介者のマシーとミクでした。はい、またね、またね。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシュアートミクチャンネルをお願いします。はい、